チャオ、こんにちは。今日もパスタ作りの時間がやってまいりました。今日はたまに食べたくなるんですよね。ガーリックアンチョビ、玉ねぎ入りで作ってみたいと思います。それではご視聴よろしくお願いいたします。
あ、さあ今日はイタリアのスプマンテです。いただきます。うまいね。では今作ったねガーリックアンチョビいただきたいと思います。さあ美味しくできましたでしょうか。うまい。これはうまいね。やっぱりアンチョビ大量に使ったのとニンニク玉ねぎ、これはすごく相性がいいね。うまいっすよ。最後はイタリアンパセリで飾ったんですけどね、まあ、コツは何といってもニンニクとアンチョビをケチらないってことですかね。大変美味しく仕上がってます。あー美味しかった。やっぱ最高っすね。もうニンニクとアンチョビのねパスタってすごいシンプルなんだけど、今日は赤玉ねぎを使ったのでちょっと甘さがプラスされてなんかこうマイルドになってましたね。大変美味しくいただきました。ぜひ作ってみてください。と使ってる素材とか道具とか概要欄に貼っときますので、もし気になる方は見てみてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。さようなら。チャオ。